ハインリヒホンクライストの遺書に港事件で処刑される直前に監獄の壁に書かれた遺書大正9年5月24日午後12時はれルナ遺書は自殺する人死刑執行を受ける人あるいは何らかの要因で死を覚悟した人が残す文章である遺書は残される家族友人知人などに個人的なメッセージを送る手紙の意味合いが強いその中で なぜ自分が自殺するのかという理由も語られることが多い。特にいじめに関するものでは、これを元にした裁判が行われる場合がある。自殺に限らず、大病や事故などで死を覚悟した際にも、遺書を残す場合もあり、日本航空123便墜落事故では死を覚悟した乗員、乗客による遺書が多数見られた。遺書は原則として、直筆で書かれる。これは、 ワープロソフトを用いた文書では他人が書くことが可能であるが直筆の場合は筆跡を真似て作成することが困難であることから確実に自殺した本人が本当に遺書を執筆したことを証明するためとされるそのためワープロソフトによって執筆された遺書では偽装自殺による殺人が疑われる事例もあるまた自殺する者は直筆の遺書を あえて自殺現場に残すことによって、彼、彼女の死後に死体を発見した者は、自殺した者の,の死因は自殺であり、殺人や事故死や変死などではないことを客観的に証明しようとする場合がある。日本では有名なものに、つぶらや高吉のものなどがある。科学者などが死を覚悟した際、その思想などを遺書の意味を込めて書く例がある。日本では第二次世界大戦の頃、 出生になりそうな若手の科学者がそのような書物を書いた例がある。例えば岩田邦夫は海南島への赴任が決まった時、その出発前に自然観察者の手記という本を出しているが、これは今西金次が思い残しのないように書いておくことを勧めたことを自伝に書いている。今西自身も同時期に生物の世界などを出版したが、その序文には、 私の命がもしこれまでのものだとしたら、私はせめてこの国の一偶に、こんな生物学者も存在していたということを、何かの形で残したいと願ったとあり、同社の文庫版の解説では、上山春平が、一種の遺書としての意味を持っていたと指摘している。この事故は、圧力隔壁の破損、それによる垂直尾翼の破損に伴う、油圧喪失及び、 操縦不能といった異常発生から30分ほど、迷走飛行を続けることができたため、遺書を書く時間があった、航空事故としては、得意なケースである。日航喫墜落事故、犠牲者の遺書とメモ。ありがとうございます。